プンアンテナグランドプレーンアンテナはアンテナの一種である。アメリカ RCA 社の G ブラウンが警察無線のために初めて実用化したためブラウンアンテナとも呼ばれる。変化は垂直変化である。水平面では無指向性であることから基地局、移動局、アマチュア局等 HF から UHF において不特定の無線局間の通信用アンテナとして 使用されることが多い。1、4波長の1本の垂直エレメントと、その下部から放射状に広がる数本の1、4波長の水平の放射状エレメントからなる。1、4波長設置型垂直アンテナにおける大地の代用として、放射状エレメントを設置したものと考えることができる。インピーダンスが約37オームの不平行アンテナであり、 50オーム系の同軸ケーブルを用いて直接給電できる。垂直方向にはある角度で放射が最大となり、この角度を打ち上げ角と呼ぶ。構造が簡単でアンテナ自身が大地面に相当するエレメントを持つため設置の自由度が高い。実際の指向性は各放射状エレメントの方向に若干だが向いている。したがって無指向性アンテナとしての性能の良さは ラジアルエレメントの数に依存する。理想は、棒エレメントではなく、面にしたものであるが、屋外で風雨にさらされる無線アンテナでは、強風時の損傷などの危険もあり、VHF 以下ではあまり見られない。UHF 以上ではよく見られ、アマチュア無線の 430MHz 帯以上の、自作では市販のステンレス製ボール等の利用などもある。その他のバリエーションについて述べる。 エレメントの物理的な長さを短縮コイルを用いて短縮したもの、インダクタとキャパシタの作用を利用して、いくつかの異なる周波数で共用できるものなどがある。水平エレメントを一本としたものは、ダイポールアンテナの中心角と向きを変えたものと解釈でき、もはや不平行アンテナとは言えないためバランが必要となり、変波は水平と垂直の中間になる。 放射状エレメントを傾斜させて、インピーダンスを50オームにしたものもある。さらに極端に傾斜させたアンテナが市販されているが、これは、スリーブアンテナの円筒部分を線に置き換えたものと解釈できる。UHF においては、垂直エレメントを多段に積み重ね、利得の向上を図ることが多い。稀に、ヤギ、ウタアンテナの放射器として使われることもある。また、 数本のブラウンアンテナに位相差給電することで指向性を持たせたものもあり、ヤギ、歌アンテナなどとは違ってアンテナ自体を回転させなくても指向特性を変えることができる。モービルアンテナ等では車体に電気的に接続してアースメントするものもある。自家用車等では加工を避けたいこともあるので電気的な接続を不要としているノンラジアル設計の製品もある。 アマチュア局の免許申請において、工事設計所の送信空中線の形式には、移動しないつぼねのみ 28MHz 以上では、単一型、24MHz 以下では、垂直型と記入する。ありがとうございます。